天下り問題を考えたときに、そんなことはダメだと。これ当然のことじゃないですか。前川前事務次官の件なんですけれども、私は本当にここは腹が立っておるんですが、まず事実だけ言います。5月の中旬に私はあるマスコミの人から、今井さん、官邸が前川さんが出会い系バーに行って、それで辞めさせられたんだっていう噂流れてますが、ご存知ですかと言われました。知らないと。私は本当に知りませんでしたが、知らないと言いましたら、5月22日にその記事が読売新聞に出ました。で、そこまでは事実です。それを元に書いたかどうかは知りません。私が聞いたのは事実です。で、そのに対しての菅官房長官のあのコメントがなぜあんなに厳しい表情できついこと言われたのかがよくわからないんですよ。女性の貧困問題の調査のためにいわゆる出会い系バーに出入りし、かつ女性に小遣いを渡したことはさすがに強い違和感を覚えた。常識的に教育行政の最高の責任者がそうした店に出入りして小遣いを渡したようなことは到底考えられない、このように思った。この方ですね、これキッズドアの渡辺由美子さんというですね、貧困の子どもたちを助けているとても立派な方です。この方があったものをなかったものにできない、からもらった勇気で上に事実を書いてます。実は前川さんは文科省をお辞めになった後、私が運営する NPO 法人キッズドアで低所得者の子どもたちのためにボランティアをしてくださっていた。素性を明かさずに一般の学生や社会人と同じようにホームページからボランティア説明会に申し込み、その後ボランティア活動に参加してくださってみた。私たちは文科省というこの国の教育を司る省庁のトップに強い正義感と真の勇気を持った素晴らしい人物を抱える国であり、時に身を挺して国民のためにたった一人でも行動を起こす、そんな人が政府の中枢にいる国だということは間違いない。ここまでおっしゃっています。雑誌でもそうですし、いろんなところでも調査インタビューも昨日出てましたよね。30回前川さんにお会いになった26歳の女の子、ずっとそこに行って相談を受けて就職の世話もしてもらって、いろんなことを起こってもらってっていう、そういうことだったっていうことを、なんせそんな出てこられたんですかって言ったら、官房長官がああやっておっしゃって、私はどうしてもそれ言わざるを得ませんでしたって出てこられました。私は分かりませんよ、どちらかも。しかしですね、この出た時に直調査もしないでそこまできついことを言われるのは、それはちょっと私は言い過ぎじゃないかと思うんですよ。で、そういう記事が出て、それに呼応するようにああいう厳しいことをおっしゃって、私はね、官房長官がああいうことを今までおっしゃったの初めて聞きました。もうちょっといつも冷静にいろんなことをおっしゃるじゃないですか。どうして今回だけこんなきつい言い方されてるんですか。私は事実に基づいて発言をしているだけであります。そして今そこに霊系の場のことがありますけども、これも私は記者会見で聞かれたんです。前川氏がいわゆる出会い系バーに通っていることについて聞かれたので、私は常識的に言ってですね、青少年の健全育成だとか、あるいは教職員の監督に携わる教職員の事務方の最高責任者ですよ。その責任者の人が買収援助交際の温床となりかねないと指摘されている店に頻繁に通ってですよ、そして女性を外に引き出してお小遣いまで、私本人まで言ってらっしゃるんですから、ですから私は違和感を感じるということを申し上げたんです。それとこれで辞めさせたわけじゃないんですよ。今井議員もご存じだと思いますけども、まさに天下り問題ですよ。文部科学省において天下り問題が発生し、そして再就職監視委員会の調査に対して問題を隠蔽していた責任者が前川さんだったんですよ。いいですか。そして昨年12月末に副長官の求めに応じて説明に来た際に、自らの進退については示さなかったんです。さらにその後に3月までの定年委員長をしたいと、事務次官として続けたいと打診があって、さらには定年である3月末まで時間を続けたいと言っていたんですよ。私たち天下り問題を考えたときに、私はそれについてそんなことはダメだと。これ当然のことじゃないですか。ですから天下り問題に対する世論の厳しい状況になって、初めて自らが辞められた。ですから私は連々と知るという申し上げたんです。国会中継のまとめ動画を投稿しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。